はようございます。9月10日日曜日朝の7時20分です。昨日佐世保から回送で帰ってきて、車庫で何時頃でしたっけな、夜6時頃か、夜じゃない、夕方6時半ぐらいかで、車庫で、月着の大阪門真行きを積みました。荷物は加護台車に乗った精密機器1台ということで、軽いです。で、横浜町田インターから乗っていきます。天気はいいですね。まあ若干雲はありますけど、台風が行ったらすっかり秋の雰囲気になりましたね。はい、いや今日も気をつけていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、休息場所到着、名神下り桂川パーキングエリアです。門真まであと35キロ、40分ぐらいで行ける感じですね。まあ日曜日でトラックスペースも空いてていいですね。余裕で止めれました。京都南から入ってくる乗用車があそこから3車線になるんだけど、いきなり合流してくるのが結構いるんだよね。3車線もそのまんまとりあえず走ってくれればいいんだけど、3車線で入ってきていきなり真ん中に無理やり来ようとするから危ないんだよね。ということで、じゃあここで明日の朝まで
休息でーす。なんか ご飯が右にあると食べにくいの。はい、お疲れ様です、8時30分、晩ご飯食べてきました。もてなすカレー630円。なんかあんまり煮詰めすぎて野菜も肉も溶けて跡形もなかったですね。まあ、ちょっと肉の塊ぐらい残しておいて欲しかったけど、まあ今日はこんなとこですかね。あ、これ食べよう。野菜不足を補うきゅうり。いや、なんかあんまり野菜が、まあ野菜炒めとかなかったんだよね。野菜炒めあれば野菜炒め食べたかったんだけど、おいしい。はい、今日はこんなところで終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録グッドボタンお願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。